どうも、マイドです。ニックです。じゃあまたまだあもうこんなことばっかりしてるからまだムカつくこと思い出したよ。でアメリカってさ、結構どこ行っても夏場とかもうスーパーでもあのお店屋さんでもさ、ほんまちっちゃいお店屋さんでもあのエアコンガンガン効いてんねん。もう寒いぐらい効いてんねん、アメリカ。だから外とかこうやって出てきてね、歩いてバイク乗ってとか暑い中からねお店屋さんとか入ったらもうめっちゃねリフレッシュするんよ。ほんま気持ちいいわみたいなさ、お店入ってよかったって思うね。アメリカエアコンめっちゃ効いてるから、夏場なんか特にね。まあまあエアコンまあ夏場やけど、で、日本何？日本の、エアコン。まあ、言ってもアメリカってさ、まあ、車社会やから、まあ、そんなに歩くことないよね、はっきり言って。だから、まあ、言ったらもうドアトゥドアやから、まあ、バイクとかは別やけど、まあ、ぶっちゃけ逆に言ったら、室内のエアコンそこまで効いてなくってもそんなに苦痛じゃないねん。でもめちゃくちゃ効いてんねん。でこれが気持ちいいねん、もう寒いぐらいで。でも日本ってさ、こっちに比べたらむっちゃ歩くやん。電車も乗るし階段も多いし、で夏場とかむちゃくちゃ暑いやん。特に日本湿気多いしさ、なほんでその暑い中で、ね、もう長いこと歩いたりした中で、ね、例えばお店屋さんはファミレスでもサテンでも何でもええわ、まあ、用事やったら別にそれは市役所でも税務署でも何でも買わへんし、まあ、言ったら電車でもええわな、乗るやんな。お前汗ボワー出てくるっちゅうね。なんでこんなぐらい、こんなんでお前こんなエアコン聞いてないねんっていうぐらい聞いてないやろ。お前舐めてんのかっていうぐらい。いや節電とかそういう問題じゃなくて心地悪いねんって、居心地悪いねんってめっちゃ。なんでみんな汗かいてるから気持ち悪いねんって。ほんま。それぐらい夏場ぐらいがっちりエアコン効かせろやって話やねん、ほんまに。もうせこい、やっぱりな。だってお前エアコンとかお前効かして心地よく過ごすためにあるんやろうが、それ効かさんとお前ドア開けっぱなしとかさ窓開けててドライすんねんお前。それないのと一緒やないかそれ。ほんまねムカつく。せこすぎんねんてな。それはほんま外だけちゃうで。日本のまあ誰とは言えへんけど家もそう、エアコンあんねんからつけろって。なんでこのくっそ暑い中でやで、もう35度40度ある夏の中でな、エアコンもつけんと窓開けて扇風機つけてんねんって。お前頭おかしいかって思うもん。エアコンあるんやろって、飾りかそれって、つけろって、使えって、まあ、つこてなんぼやろ。な？ほんで電気代高いからとかさ、いや、電気代高かったら、その分頑張って働いて稼いだらええやんけって。な？心地よく過ごせんねんから、働こうっていう気にもなるやろ。そんなお前、電気代せこってやで、ね、くっそ暑いとこで汗だらだら流したから、うちは青いでね、暑いわーって言っててね。お前そんな休み過ごしてやな、次の日朝からよし頑張って仕事行こうかっていう気になれへんやんけ大体やろ。それやったら心地よ気持ちよおってやで、いや今年の電気代高いなって言うたところで、まあ暑かったしな、でもその分まあ快適に過ごしてんねんから、こんなんもう金とか物ってのは使いどころやねんからさ
な、でその分頑張ったらええやんけって、そっちの方向でいかんかいや。ほんまムカつくね、もうせこすぎて、ほんまな。で電車買ってな、わざわざ高い電車賃だし乗ってるわけやんけな、もう涼しい快適に乗したるやって、金払うてんねんから。もうくっそ暑い中で汗だらだらかきながらやで、それまで駅まで歩いてきたりしてるわけやから、チャリンコ乗ったりな、で止まったら汗ぶわー出てくるやんな、お前もうほんまね頭おかしいよね。うん、でそれでコストが合えへんねんたら電車賃ちょっと上げたらええやんね、電車賃上げても使う人は使うんやからね、それをね、使いたくない人はもう汗かいて我慢してチャリンコかなんかで行ったらええねん。やろ？うん。ほんま。ほんまね、もう日本のね、まあ日本におる人はもうそれが当たり前になってるから、お前頭おかしいんかって、お前それニックさんお前あんたおかしいよって、もしかしたら思うかもしれへんけど、ね、外から見てみ？頭おかしいこと多いで、日本。ほんま。もうその世界にいてるから、それが当たり前みたいになっとるけどやで。当たり前ちゃうから、そんな。うまいことで回されてるだけやから、変えていかなあかんで。そういうところこそ、しっかり欧米化していかなあかんとこやねんて。もう変なとこばっかりな。欧米化してんと。ほんまに。ね、税金だってそうやろ、アホみたいに日本高いし、ね、ほんま、もう日本はあかんと思うわ。うん、まあそう言っててもね、まあ俺もその隠居するときに日本帰るかもしれへんけど、うん、それは別に日本が好きやからっていうんじゃなくって、ね、言葉の問題もないし、ね、まあ言ったら、まあその都会に住んだらね、別に車もいらん。ね、運転せんでいい。で、電車、バスで行ける。ね。で、一応今のところは国民皆保険やし。な。ベネフィットもしっかりしてる。ね。食べるもんも美味しい。ね、だから本当自分がその社会の一員として日本に住むのは俺は絶対嫌もん。うん。もう頭おかしいこと多すぎるから。いや、ほんま。だからもうそのリタイアしてもうジジイになって社会から外れたところで生きていく日本は俺はすごくいいと思う。まあそれでも腹立つことはいっぱいあると思うんやけどね、うん、まあでもまあその社会のシステムの中にはもう組み込まれてない人間やからね、うん、俺はその文句を聞いて理解してくれる、まあ嫁さんなり友達なりが周りに寄ってくれたらもうそれで OK、うん、でも今の日本はもうおかしいから、俺は帰りたくない。うん。ムカつくし、せこいし。うん。ほんま。まあ、なんかね、日本の悪口ばっかりで、これむっちゃ長い動画になってしもてるかもしれへんけど、いや、でもほんまね、まあ、なんていうの？海外にね、来て、客観的にね、外から日本を見てる人っていうのはある程度、俺の今の話は理解してくれるんじゃないかなと思う、うん。でも日本の人はでもその中の底の世界しか知らんから、比べるもんがないやんか。うん、それっていうのはね、良くないで、やっぱり。うん、だからほんま、一回外に出て、外から客観的に見てみる日本っていうのは俺はすごく、大事やと思うし、それによってやっぱ生き方とか考え方変わると思う。うん。それがいいことか悪いことなんかはもう分かれへん。もうその人の判断やから。うん。もちろんそれに対して俺はやっぱ悪いところも持ってるし、いいとこもあると思ってるからさ。まあこんな話するんやけど。うん。いやほんまに。まあ一回ね、ほんま皆さん、海外生活できたら、一回ね、やってください。うん。まあなかなかまあ、おっさんとかちょっとできへんかもしれへんけど、若い子はね、もう絶対ほんま1年でも2年でも、もう3年でもええから、うん。一回外出て、外から、外の海外生活、
うん、いいと思いますよ、進めます、うん、だって言ったって日本っていう祖国があるんやからね、外国住んでる家やったら帰ればいいんやからさ、うん、そうでしょ、うん、で一回外出たからで祖国がなくなるわけちゃうんやからさ、日本がなくなるわけちゃうしね、出たからってその今までおった友達がおれへんなるわけでもないし、家族がおれへんなるわけでもないやん、うん、だから一回そういうのってやっぱりちょっとチャレンジじゃないけど、うん、自分で外で、まあ、いろんなところディスカバーしてね、今まであったものを客観的に見るっていうのも僕は人生にとっていいことなんちゃうかなって、うん、思いますどういう終わり方やねんって形やけど、まあまあそんなことですわ、はい、とりあえず今日はね、僕は日本に対してムカつくことを喋ってみました、うん、まあしょうもないことから大きい言葉で喋り出したらほんまめっちゃいっぱいあるからさ、この動画で収まりきれへんし、もう朝まで喋ってるかもしれへんから、この動画はここで締めさせてもらいたいと思います。はい。じゃあまたね、この続きを聞きたい人は、ぜひまた僕が日本に帰った時に、一緒に、飲み明かしましょう。うん。じゃあ、そういうことで、また次の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴おきでした。それでは、じゃあね。バイバイ。